はい、どうも、おいりです。今回いただいた質問が、コバと糸葉の違いって何ですかっていう質問をいただいたんですけど、コバと糸葉ですね、先も結論言うと、コバっていうのが二段葉のことです。で、糸葉っていうのが二段葉の中でも本当にもう目に見えるか見えないかみたいな感じの、もうごく細い二段葉のことです。なので、まあそのニュアンスの違いというか感覚的な問題なんですけど、要はまあその二段葉ですね、二段葉の中にコバと糸葉っていうのが存在します。で、コバっていうのは気持ち厚め、糸葉っていうのはもうごく小さな二段葉のことです。はい、これが結論ではあるんですけど、どういったものを切るかによって二段葉のおすすめの厚みっていうのは変わってくるので、ちょっとそれについて今日はお話ししていきます。まず今日話す内容が二段葉についてですね。二段葉が必要な理由、包丁は二段葉なんですけど他の刃物はどうなのかとか、二段葉の意味についてお答えします。そしてその後角度についてですね、その二段刃の角度っていうのはどういった角度が一番適しているのか、その角度でも危険な角度っていうのがあるんですよ。それについてもお答えします。そして両刃と片刃で二段刃の角度って変わるんですね。違うんですよ。なぜ違うのかも説明します。そして切れ味についてですね、切れ味がいいっていうのはどういった状態なのか、そして最後にコバのつける時の注意点です。そのコバのつけ方のコツとかも紹介していくので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ってことで早速説明していきたいんですけど、これ本当に調理師学校とか通ってる学生の方はよく聞いてほしいんですけど、このコバですね、まあ二段刃のことなんですけど、習わないんですよ。僕が通ってた辻町っていうところあるんですけど、そこは習わないんですね。コバ付けしないんですよ。二段刃って絶対教えないんですね。でも包丁っていうのは本来二段刃である包丁なので、それはすごく理解してほしいんですね。まあもしかしたら他の調理師学校だったらちゃんと教えてるとこあるかもしれないんですけど、教えてない学校は多いと思います。なので今回二段刃がなぜ必要なのか、そのメリットとかもお伝えしていきます。では早速二段刃ですね。二段刃と一段刃っていうのがあって、包丁っていうのは基本的に二段刃です。一段刃の刃物ってじゃあ何があるかっていうと、例えばカンナとかノミとかそういったものが一段刃なんですけど、なんでそれで分かれてるか、これを説明するには角度、その刃物において最適な角度っていうのがあるので、それについてお話ししていきます。刃物において刃先の角度ですね、この角度っていうのは30度から40度がベストって言われてます。その理由っていうのは、切れ味と耐久性のバランスが一番優れてる角度なんですね。そして危険な角度と言われてるものがあって、危険な角度っていうのが25度以下です。25度以下っていうのは切れ味はいいんですけど耐久性に優れてないんですよ。すごい欠けやすいんですね。すごい欠けやすいプラス切れ味の消耗がすごい激しいです。切れ味が本当に悪くなるのが早いんですよ。なのでそういったまあ角度の良し悪しっていうのはあるんですけど、一段刃で成立してるものっていうのは最初からもう元々角度が30度から40度なんですよ、カンナとかっていうのは。ただ包丁に関してはもう薄いじゃないですか。なので刃先だけを鈍角に研ぐ必要があるんですね。だから包丁は二段刃って言われます。これ実際試してもらうと分かるんですけど、本当に二段刃をつけない包丁とちゃんと二段刃をつけた包丁で耐久力っていうのは本当に違うんですね。一番のデメリットっていうのは本当にかけやすさだと思います。例えばですけど、本当に僕実験っていうか実際あったのが、もうリンゴ切っただけでもその種だけでもかけるんですね。もうアボカドとかも種に触れただけでもかけるんですよ。そのくらい脆いんですね。だから刃先だけちょっと鈍角に研ぐ必要があるんですけど、そのことを二段刃って言います。でその二段刃の中にコバと糸刃っていう、まあ言い方の違いがあって、実際 0. 何ミリ以下がコバとか糸刃っていう、そういったのは決められてないんですけど、まあニュアンス的にはもう本当にもう目に見えるか見えないかぐらいの二段刃っていうのが糸刃っていうやつです。もう糸のように。でコバっていうのはある程度厚みがあって、結構まあ目で見てもあコバついてるなっていうぐらいの確認できるくらいの厚みがコバと言われるものです。ただこれは人によってちょっと違うと思います。まあ本当に感じ方の問題なので。でまあ実際にちょっと見てもらうと分かりますかね。これ今見せてるのがコバです。刃先だけちょっと光ってるじゃないですか。これでもコバ薄い人は薄いっていう人もいるし、これは厚い人は厚いって人もいるんですけど、僕の感覚ではこれはコバなんですよ。で次、糸葉ってまあどんくらいかっていうと、見えますかね、これちょっと分かりにくいかな。もうほぼ二段刃っていうのはほぼ見えないんですね。ちょっと光照らした時に若干チラって糸のような光が映るぐらいなんですけど、まあこういった感覚的な問題で、まあ糸刃とコバっていうのはそういった違いがあります。でここで片刃包丁ですね。片刃包丁においての角度を理解しててほしいんですけど、片刃包丁基本の3本あるんですけど、薄刃包丁、出刃包丁、柳刃包丁っていって、この3本があるんですけど、ちょっと見せますね。片刃包丁のその3本っていうのが
この3本なんですけど、こっちから薄刃包丁、真ん中刺身包丁で、これが出刃包丁なんですけど、それぞれ一応角度を言うと、この角度っていうのは1段の時の角度です。その角度っていうのが、この薄刃包丁っていうのは8度から10度って言われてます。で、刺身包丁っていうのが11度から13度って言われてます。そして出刃包丁っていうのが13度から15度って言われてます。これ普段出刃包丁使ってる人ならびっくりしてるかもしれないんですけど、結構出刃包丁って薄いんですよ。そんな変わんなくないですか？なので出刃包丁もちゃんと二段刃をつける必要があって、しかも特に出刃包丁って骨に当たる包丁じゃないですか。出刃包丁っていうのは僕は結構厚めの小刃をつけます。そして今言った角度なんですけど、まあ何度から何度って言ったんですけど、その理由っていうのは、片刃包丁ってテーパーって言われて、この刃元から切っ先にかけて、この先の方ですね、この厚みってだんだん細くなってってるんですよ。それが片刃包丁の魅力の一つなんですけど、要はこの刃元の方と切っ先の方で角度が違うんですね。だからさっきみたいな言い方しました。だからちゃんとこれを理解した上で小刃付けをしないと、刃元側と切っ先側でちょっと角度が違うってことが起こるので、このことはちゃんと理解しておく必要があります。で、その小刃の付け方っていうのは結構考え方としては簡単で、その角度のまあ見方ですね、理想な角度である30度ぐらいを目安にした場合、どういうふうに考えればいいかっていうと、砥石に対してまず包丁をピタッと置くじゃないですか。で、そこから90度、まあ要は立ててした時に90度ですよね。90度の半分、45度ですよね。45度のその間っていうのが、まあ 22.5 度じゃないですか。なので、まあその間ぐらいというか、まあそれを意識して30度くらいを目安に研ぐことができます。ただ注意してほしいのが、今言った話は片刃包丁の話です。片刃包丁っていうのは裏側はもう0度なので、だから今の考え方がいけます。じゃあ両刃包丁はどういうふうに考えたらいいかっていうと、両刃包丁っていうのは考え方としては、刃先の角度の合計値が30度から40度になればいいんですね。じゃあ両刃包丁はどうしろかっていうと、15度15度で研いでほしいんですよ。要は合計値を30度にしたいので、15、15で研げば30度になりますよね。まあ15、15じゃなくても、まあ20、20とかでもいいんですけど、要は刃先の合計値を30から40にすれば、その安全な角度、一番まあ適した角度って言われる二段刃にはできます。だから両刃包丁っていうのは、砥石に対して当てて90度45度で、その半分の 22.5 度で、気持ちもちょい下で、まあ15度から20度ぐらいで二段刃つけたら、その角度にはなります。結構簡単ですよね。ただ一点だけ注意しなきゃいけないのが、両刃包丁、まあ洋包丁と言われるものは基本的にテーパーがないんですよ。テーパーっていうのはさっき言った刃元側と切っ先側で厚みが違うことなんですけど、洋包丁っていうのはここの厚みも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 一緒なんですね。でもここの幅は違うじゃないですか。刃元側は厚いのに対して切っ先側は細くなってますよね。何が言いたいかっていうと、刃先の角度が変わるんですよ。当たり前ですけど、まあ見てわかる通り、この角度、包丁って峰側が厚くて刃先側でだんだん細くなってってるじゃないですか。そしてここの厚みもここの厚みもそれが一緒ってことは、この幅が違うと、この刃先の角度っていうのは、ここの刃先の角度とここの刃先の角度って全然違うんですね。だから何にも考えずに同じ角度で二段刃をつけたら、こっちが薄くてこっちがめっちゃ厚くなるの分かります？だからそれをちゃんと分かった上で二段刃をつけないと、なかなか切れないような包丁が生まれます。まあ要はこの牛刀だったら、この切っ先側は若干寝かし気味で二段刃をつけるという感じですね。そうすれば同じような角度の刃がつきます。だからちょっとこれは注意が必要です。はい、次ちょっと切れ味についてお伝えしたいんですけど、切れ味がいい状態っていうのがどういった状態か。切れ味がいい状態っていうのは、よく勘違いされてるのが、この刃先だけの切れ味、刃先だけちゃんと鋭く尖れてたら切れ味がいいって思ってる方いるかもしれないんですけど、それって大きな間違いで、切れ味がいいっていうのは刃先の鋭さはもちろんです。刃先のその鋭利さ、刃先の鋭利さプラス食材への抵抗の少なさです。食材への抵抗の少なさっていうのは、この切り刃と呼ばれるこの面ですね。この面、砥石に当てる面のこの切り刃と呼ばれる場所、ここが食材への抵抗に一番すごく重要な部分なんですけど、つまり刃先の鋭さ、まあ鋭利さですね、刃先の鋭利さと食材への抵抗の少なさっていうのは、訳すと小刃と切り刃なんですよ。だから切れ味がいいっていうのは、小刃と切り刃で大体決まります。だから小刃がちゃんと鋭く研がれてて、でなおかつ切り刃がちゃんと滑らかであるかどうか。よく質問でありがちなのが、砥石って番手っていうのがあって、細かさが違ってくるんですね。中砥石とか仕上げ砥石っていうのがあるんですけど、よく仕上げ砥石使う意味って何ですかって言われるんですけど、確かに仕上げ砥石使わなくても中砥石だけでも十分切れるんですよ。でも仕上げ砥石使うことによって、まあ刃先はもちろんなんですけど、仕上げ砥石でちゃんとこの切り刃ですね、
このちゃんと切り刃も仕上げ砥石でちゃんと当てることによって食材が擦れてる面って非常に大事なんですね。要は食材、もう自分が食材だとしたらもうザラザラな、もうだから砂利道ですよね。砂利道をもう引きずられてるのか、もしくはツルッツルの床ですね、ツルッツルの床を引きずられてるのか、まあ引きずられてるのはちょっと嫌ですけど、そういった違いなんですね。どっちがいいですか？絶対痛くない方がいいですよね。要は仕上げ砥石を使うってその理由なんですよ。食材への愛です。食材への思いやりです。だから切れ味がいいっていうのは本当に味を良くするための切れなので、食材を本当に美味しく切りたいのであれば、この砥石の番手っていうのもそうだし、ちゃんと刃先も研ぐし切り刃も研ぐっていうのも大事になってきます。だからまあその何が言いたいかっていうと、2回工程があるってことですね。切り刃も研いで刃先も研ぐっていう、なのでその2つの技術をちゃんと身につけておく必要があります。はい、そして最後、小刃をつける時の注意点ですね。まあ付け方もちょっとお伝えするんですけど、付け方っていうのはまあさっき言った通り、考え方としてはその90度45度、まあその半分かどうかっていうことなんですけど、付け方っていうのはちょっと映像を出しておくんですけど、絶対守ってほしいのが1回で途切れず刃をつけるってことですね。どういうことかっていうと、部分部分やるんじゃなくて、ちゃんと切っ先から顎にかけてできるだけ1回でつけます。途中で途切れると絶対そこ段差になっちゃうんですよ。まあ別にそんな支障はないんですけど、なんか気持ち悪くないですか？個人的にすごい気持ち悪いので、絶対1回で上から下までやるようにしてるんですけど、まあその方がおすすめです。そして刃をつけるのは一方方向だけです。まあ要は前に押す時だけですね。この場合裏やる場合、たまにまあ下にやるだけとかあるんですけど、とりあえず一方方向、絶対に前後に動かさないってことですね。それがすごく大事です。じゃあなんで前後に動かしちゃダメかっていうと、もし押して引いた時突っかかるんですよ。突っかかるというか、かなり突っかかりやすいんですね。まあ慣れたら突っかからないんですけど、本当にその突っかかるリスクっていうのはかなり上がります。で、万が一突っかかった場合、もう最悪なんですよ。刃がすごいボロボロになるっていうか、本当に砥石に食い込むので、もう最悪刃が欠けたりとか、そういった事態になってしまうので、このリスクっていうのは避けたいですよね。なので基本的に一方方向だけっていうのは注意するようにしてください。そしてあと、できるだけ力を抜くってことも大事ですね。あんまり力入れすぎず、肩の力抜いてゆっくりさーってやれば全然それでいいので、なので焦らずゆっくりやってください。そしてどの包丁に小刃、どの包丁にちょっと厚めの二段刃をつけて、どの包丁にもうできるだけ薄い糸刃をつけるかっていうと、これに関しては完全に人それぞれで、どういった作業内容、例えば同じ包丁でも何を切るかって変わるじゃないですか。だからこれは完全に人それぞれなんですけど、僕個人的なおすすめを言います。まずさっき言った出刃包丁ですね。出刃包丁っていうのは骨に当たる包丁です。まあ出刃包丁じゃなくても、なんか骨に当たるような包丁があればそれも同じなんですけど、そういった骨に当たる包丁っていうのは小刃ですね。小刃でも結構厚めの小刃をつけます。もう結構ちゃんと見えるぐらいの小刃をつけます。理由っていうのは、小刃は厚ければ厚いほどかけにくいからです。で、よく料理人であるのが、例えばこの出刃包丁だったら、この刃元ら辺はかなり厚めの小刃つけて、この切っ先の方ですね、この部分は厚い小刃をつけないってことをする料理人結構多いんですけど、その理由って、骨を叩いたりとかするのって、まあ要はこの部分で叩いたり切ったりするんですけど、ここをかなり頑丈にしたいんですね。だからそういった研ぎ方をする人は多いです。で、次糸刃ですね。糸刃のおすすめは、片刃包丁だったら薄刃包丁と刺身包丁。なぜかっていうと、硬いものをそんなに切らないからです。要は切れ味重視でいきたいんですね。二段刃を厚くすればするほど耐久力は増すんですけど、食材への抵抗っていうのはちょっと大きくなるので、それを取るか、もしくは二段刃をできるだけ薄くして切れ味を良くする。抵抗を少なくしてさらに切れ味を良くする。まあ、どっちを取るかなんですけど、刺身包丁とか薄刃包丁っていうのはあんまり硬い食材切ることは少ないので、僕は切れ味重視をとってます。そういった考え方ですね。で、僕の中の糸刃の付け方っていうのは、もう本当に角度を1回その糸刃の角度に決めて、1回とか2回だけです。もう3回以上は基本的にやらないですね。まあもちろんちゃんと返りが出てるってことは大事なんですけど、基本的にはもう 1、2回で終わらせます。で、できるだけ高番手の砥石ですね。もう理想はもう1万番とか1万番以上のものなんですけど、まあ持ってない方は6000番とか3000番とかでもいいと思います。そして次、両刃の包丁ですね。三徳包丁とかペティナイフとか牛刀とか、そういった包丁なんですけど、これに関しては僕目的によって変えてて、例えば種付きの食材切るときとか、リンゴとか、まあアボカドとか、そういったなんかフルーツとか、なんか種があるやつとか、そういったのがある場合に切る包丁と、そういったのがない場合、柔らかいものとか硬いもの切らない包丁で分けてるんですけど、それの考え方もさっきと一緒ですね。硬いもの切る包丁の場合は結構厚めに小刃つけます。で、切れ味重視の両刃包丁はもう糸刃ですね。ほとんど二段刃はつけないです。
なので僕の場合、まあ千切り専用とか本当に食材によって結構使い分けたりしてるんですけど、そうやって食材によって使い分けるってことはかなりおすすめです。本当に切りやすさっていうのは変わるので、包丁を複数持つっていうのは結構意味のあることだと思います。はい、ってことでまあこんな感じですね。いかがだったでしょうか。ただ本当にね、特にまあ薄刃包丁なんですけど、薄刃包丁ってあのかつらむきって言われる大根とかをまあトイレットペーパーに帯状に向くのをかつらむきって言うんですけど、あれって薄刃包丁のメンテナンス、薄刃包丁がちゃんと研がれてるかってことがかなり大事なんですけど、その小刃付けを知らないと本当に薄刃ってぐっちゃぐちゃになるんですよ。本当に刃先もこんなになるんですね。で、薄刃って型番の中でも、まあ、薄刃っていう名前の通り薄刃だけ薄いんですよ。やっぱり他の包丁に比べて、さっき危険な角度で25度以下って言ったじゃないですか。薄刃って8度から10度なんですね。要は2段刃をつけなかったら危険も危険なんですよ。もう危険中の危険の角度で、実際にやったらわかるんですけど、ほんとペラッペラになるんですよ。もうデコピンでもしたらもう歯飛んでっちゃうんじゃないかなってぐらい。さすがにそこまではないかもしれないんですけど、でも本当にペラッペラになって、ちょっとなんか硬い食材当たっただけでも本当に欠けます。だから1回だけでもいいんで絶対に2段刃はするようにしてください。で、2段刃のメリットですね、ちょっと話すの忘れてたんですけど、2段刃することによって刃のラインがすごい整えやすいんですね。それもすごくメリットです。本当に何も考えずに研ぎ始めるとだんだん形がおかしくなってきたりとか、そういったことはかなりあるので、2段刃をつけることによって刃のラインはすごく整えやすくなります。だからこの2段刃っていうのはすごくおすすめです。ちなみにこの2段刃っていうのはもう砥石でしかできないので、シャープナーとかって言われるあの簡易的なギコギコするやつあるじゃないですか。あれはもう中の溝の砥石がもうその2段刃だけの角度に決められてるので、切り刃っていうのは研げないんですね。だからあのシャープナーっていうのはもう2段刃の角度を永遠と研いでる感じです。だから最終的にどうなるかっていうと、だんだんもうめっちゃごつくなってくるんですよ。もう鈍角のとこに鈍角の刃つけてってるだけなので、だからシャープナーのメンテナンスもすごく楽でいいんですけど、ずっとは使えないよっていう感じですね。いずれやっぱりその切り刃のメンテナンスっていうのは必要になるので、これもぜひ覚えてください。はい、ってことで終わりたいと思います。もしこの動画がいいなって思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また質問も募集してますので、ぜひコメント欄にお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。